こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性におすすめのショルダーバッグベスト5というテーマでお届けをしてみたいと思っています。結構皆さんからのコメント欄を見てみると、ショルダーバッグですとかボディーバッグでおすすめのものを教えてくださいというものが多いんですね。まあ、個人的にはバッグというと、トートバッグの方をですね、優先して持ったりだとか、皆さんにご紹介することが多いんですが、やはりですね、両手が空くショルダーバッグ、 このあたりのニーズが強いのも間違いのない事実なんですね。ファッション性だとかデザイン性ももちろん大切なんですが、自分のライフスタイルにちゃんとマッチするかどうか、機能性もすごく重要なので、今回は大人に合うショルダーバッグ、ボディーバッグをですね、しっかりと厳選して皆さんにお届けをしてみたいなと思っています。 結構街でですね、大人の男性を観察していると、こちらの画像のような結構ですね、ゴテゴテとしたデザインのものを持っている方少なくないんですね。ひょっとしたら皆さんもこういったものをお持ちかもしれません。まあ、そういったものはパッと見はですね、おしゃれに見えるんですが、どうしてもですね、子供っぽく見えたりだとか、全体の着こなしの中で浮いてしまうので、あまり個人的には推奨してないんですね。それよりもブラック単色で、なるべくデザイン的にはベーシックで使いやすいんだけども、 その中にもですね、全体の着こなしに馴染みやすいデザインのもの、そういったものがですね、大人の男性にはすごく合いやすいかなと思うので、今回の動画では様々なブランド、様々な形のものをですね、皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、今回の動画さえ見ていただければ、もうですね、ショルダーバッグ選びには迷わないかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう はい、ここからは具体的におすすめのですね、ショルダーバッグ、ボディーバッグをですね、皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目、もう欠かせないのは、ノースフェイスですね。このブランドのショルダーバッグはですね、皆さんにとっても馴染みが深いかなと思います。僕も今回私物のものを持ってきたんですが、まあ、ノースフェイスといえば、やっぱりブランドの認知度としては非常に広いんですね。 おしゃれ初級者から中級者の方まで幅広く愛されるのがノースフェイスというブランドかなと思います。まあ、かつては一部の方がですね、アウトドアブランドであるノースフェイスのアイテムをですね、普段使いに使っていたりしたんですが、今ではだいぶですね、街でも使ってる方が増えてるかなと思います。まあ、バック系には定評があるんですが、ダウンですとかアウター類なんかの人気も非常に高くて、例えばダウンのバルトロシリーズなんかはですね、ものすごく人気で、なかなか手に入らないモデルになってるんですね。そ ーのショルダーバッグすすごく使いいい勝手がいいんですが、んで僕の私物のものもいいんですが、まず皆さんにお勧めしたいのはこちらの、まあ、本当にこうオーソドックスな横長のですね、デザインのスウィープというモデルですね。まあ、時期によってどんなショルダーバッグが出てるのかはノースフェイス変わってくるわけなんですが、まあ、このような横長のタイプでデザインがゴテゴテしてないものというのが一番使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、収納量もしっかりと確保されていまして、ペットボトルもちゃんと入りますし、お財布も収納ができます。 中はメッシュの構造になってまして、中身が見やすいんですね。そのあたりの使い勝手の良い点も含めて、まあ一番ベースとなってくるようなショルダーバッグの一つかなというふうに思っています。価格も5,500円ということで、まあそこまで高すぎず安すぎずというところで、いろんな方にもですね、手に取りやすいようなバッグになってますので、まず迷ったらこのあたりのノースペースのショルダーバッグを選ぶのが鉄板かなと思っています。一方で僕が今持っているこちらは、ウォータープルーフショルダーポケットというシリーズに ななっっっっっててててていままししししちちょょょとととシルエット的には丸みみがあってポッテリとしてるんんでですね、まあ、せかかくなんでちょっと斜めけうこんな形でですね、割とコンパクトなサイズ感になってるんですね。まあ、最近はショルダーバッグをですね、後ろ、背中側にしようのではなくて、前にですね、持ってくる方も増えているんですが、割とコンパクトなので、そこまでインパクト強くなくて、まあ、これぐらいのサイズ感すごく使いやすいかなと思います。ノースペースのロゴも結構コンパクトめで、主張があまり強くないのと、 あとは表面の素材なんですが、リップストップになってるんですけども、よーく見ると、幾何学模様が浮かび上がってくるような、ちょっとですね、変わった質感になってるんですが、そのあたりも含めて、個人的にはこのモデルも気に入っています。ちょっと今、在庫がほとんどない状態ではあるんですが、まあ、ノースペース、いろんなショルダーバッグがありまして、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにも好みのものを選んでいただきたいなと思うんですが、まず今の段階で皆さんにお勧めしたいのは、スウィープ。このあたりのベーシックなもの、ぜひ皆さんもですね、検討していただければなと思っています。 ます はい、続いて二つ目のですね、ショルダーバッグなんですが、これはアークテリクスのマンティス2というモデルですね。はい、こちら実際に持ってきました。まあ、僕の YouTube チャンネルの中でも一押しで出してたのが、このマンティス2なんですが、一つですね、残念なお知らせがあって、なかなかですね、レアで手に入りづらくなっているんですね。というのも結構アークテリクスのアイテム全般そうなんですが、発売してもどれもすぐに完売するぐらいですね、 非常に人気が高騰してるんですね。まあ、こちらのマンティス2に関しても結構頻繁には入荷するんですが、その都度ですね、売り切れてしまうので、なかなか手に入りづらいんですが、やはりこのモデル使い勝手もいいですし、デザイン的にも安定感があるので、皆さんにお勧めしたいバッグの一つかなと思っています。今僕が持ってるものはちょっと変わっていまして、ビームスの別注バージョンなんですね。アークテックスのロゴがですね、ちょっとこう、イエローゴールドっぽいような色合いになっているんですね。かつてのマンティスって、ちょっとシルバーっぽいようなロ このカラーだったんですが、それが現行のものは、オリジナルのものも結構こちらと近いような色合いになっているんですね。 ちょこちょことマイナーチェンジが行われているわけなので時期によってどういったロゴの色かは変わってくるかなと思うんですが、まあ、非常に使い勝手がいいですねノースフェイスとアークテリクスっていうのはブランドの知名度で言ったら圧倒的にノースフェイスの方が上です誰もが知っていてロゴを見るだけで一定のオシャレさというのが伝わるのでそこには十分な価値があるんですが一方で結構ノースフェイスがいっぱいの方が持つようになってしまったので僕のような天の弱な人間はちょ ちょっとノースフェイスよりも斜め上に行きたいなと思うわけなんですね。まあ、そんな時にアークテリクスというブランドは今ではだいぶ認知度は上がってきたもののまだノースフェイスに比べるとそこまで知ってる方が多くないですしまたこちらのモデルもなかなか希少になっていて手に入りづらいというところも含めておしゃれがちょっと好きな中級者の方に向けてお勧めできるようなバッグかなと思っています。まあ、デザインに関しては先ほどのノースフェイスのですねスイープに比べると横長ではなくて 丸系ですね。先ほどの僕のですね、リップストップナイロンのノースフェイスのバッグと同じような、コロッとした丸みのあるようなデザインになってまして、そのあたりの形状も僕はですね、着こなしに馴染みやすいかなと思ってるんですね。 ちょっとこれも斜め掛けしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。体の中央ですね。だいたい水押しぐらいに僕はバッカー来るのは好きなんですが、まあ、この辺りの位置に来た時に横にそんなに長くなくてコンパクトにですね、位置するので、すごくですね、全体のバランスを崩さずに収まりがいいのがマンティス2なんですね。ジップも2つついています。こちら下の方に1個ついていまして、まあ、荷物も結構ちゃんと入ります。そして上部にもですね、こちらジップがありまして、かなり量は入りますね。まあこれ これ一つあれば、ちょっとペットボトルはギリギリかなとは思うんですが、入らなくはない。そして、お財布なんかもしっかりと収納できるので、使い勝手も抜群にいいようなバッグになってくるかなと思います。まあ、ちなみにですね、このようなバッグって、あまり荷物を入れすぎて、パンパンにしてる状態も望ましくないんですね。多少ゆとりを持たせた方が、まバランスがいいかなと思うので、そのあたりは注意をしていただきたいなと思うんですが、いずれにしろ、マンティス2はもう間違いなく名作で、これからも皆さんにお勧めしやすいですね。 結構マイベストに近いようなショルダーバッグかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、こちら、ブリーフィングのですね、スラッシュ SMW というモデルなんですね。これもまた、ノースフェイスだとか、アークテリクスと並んで、欠かせないブランドの一つかなと思っているんですが、ブリーフィングというブランド自体も結構男性の中では人気が高くて、まあ、僕自身も好きで、まあ、ちょっと小銭入れではあるんですが、長らくこちらをですね、愛用してるわけなんですね。まあ、デザインは割とこう、武骨で男らしくて、ミリタリーライクなところ、そこが一つの特徴になっているんですが、まず はですね機能性が非常に高いブランドとして有名なのがブリーフィングでいわゆるミルスペックと呼ばれるようなアメリカの国防省が定めた細かい基準をクリアした素材を使ってるのがこのブリーフィングの商品なんですが、まあ、デザインはですねちょっと癖があるかなと思います先ほどもちょっとお伝えしましたがミリタリーライクで無骨な感じがあるので正直このあたりは好き嫌いが大きく分かれるかなと思います個人的にはブリーフィングの無骨な感じはすごく好きなので普段のスタイリングでもお客さんにご 紹介すすするるることととががあるんですが正直好きななな方方苦手は別れるかれ思いますちょっと武骨で男らしい感じだとか、ある種ニューバランスに近いような、少しこうクラシックさとダサかっこよさみたいなところが感じられるブリーフィングというところ、個人的にはかなり好きなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもこちら少しツーな感じもしますし、お勧めしたいショルダーバッグの一つかなと思っています。まあ、サイズ感は一番最初にですね、ご紹介したノースペースのスイープと結構近いような形で、横長になっ 自体体は結構でででですすすねねね薄めににになななっっててるるの沿ううよ設計んです、ねまあ、デザイン的にちょっとこうミリタリー感があるので、体の真ん中に来た時にちょっとしたこうアクセサリー感覚でも使えるかなと思うんですが、まあ、使い勝手の良さと素材自体のタフさんに関してはかなり定評があるので、そのあたりも含めて楽しめるのがブリーフィングのショーダーバッグかなと思っています。認知度が高くて使い勝手の良い,いノースフェイスがそこまで認知度はないけども、おしゃれが好きな方にも響くような アーーククテリリリスかかまたは男らしいでですねミリタリーライクでなおかつそこまでで知名度が高すすぎないですねブリーフィンかこの辺りは結構ですね、デザイン自体はそこまで大枠は変わらないかなと思うんですが、この辺りの3つは結構ですね、ジャンルとしては似ているような感じなんですが、結構思向性が分かれるところかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもどれが気に入ったのかはですね、コメント欄でお伝えいただければなと思っています。 はい、続いて4点目のショルダーバッグなんですが、これまでは結構ですね、スポーティな雰囲気のカジュアルなですね、ショルダーバッグが多かったかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのは、レザータイプのですね、 大人っぽい上品な形のショルダーバッグなんですね。まあ、このようなものがここ数年トレンドになっていまして、まあ、バッグとしてももちろん機能するんですが、どちらかというと着こなしのアクセントとしてこのようなものを使うことが少なくないんですね。レザー製で上品で大人っぽいというところで、まあ、こういったジャンルも結構大人の男性にはおすすめしやすいかなと思っています。まあ、僕自身は正直このあたりはあんまり買ったことがなかったんですが、最近こちらですね、エンダースキーマというブランドのものを購入しました。 これがめちゃくちゃ良かったです。価格は16,500円と先ほどまでに比べるとちょっと上がるんですが、ただ上質なレザー製でこれぐらいの価格帯というのは結構個人的にはお手頃感はあるんじゃないのかなと思います。エンダースキーマというブランド自体は結構コアでおしゃれ中級者から上級者の方に愛用者が多いようなブランドなんですね。もともとはナイキのスニーカーデザインをヌメ側だけでですね、表現するようなちょっとエッジの効いたものがですね、多かったブランドなんです。 が作りも非常に良くてなおかつ素材の質感もいいですねレザー性の小物をしっかりとリリースされていましておしゃれ好きな男性女性問わずにですね非常に人気を高いブランドなんですね僕はショルダーバッグもエンダースキーマのものをですね所有してるんですが革小物で言うとまあ、この辺りのですね小さめのショルダーバッグもめちゃくちゃ雰囲気いいかなと思いますちょっと実際に使ってみたいと思いますこんな感じですねかなり形的にもコンパクトで使い勝手がいいんですねそんなにたくさんにも ポツが収納できるわけではないので僕だったらスマホとあとは薄型の財布を入れるぐらいなんですねあとはエアポッツとかそれぐらいのものを収納するぐらいなんですがやっぱりこれが一つあるだけでちょっとした着こなしのアクセントになるんですねまあ、レザー自体もすごく上質で滑らかな質感で触っていても気持ちいいですし軽量なんですね長さの調整はできないモデルになっているのでその分軽量になっていて長さもバチッとはまるので個人的にはこれめちゃくちゃ買って良かったなと思うですねショルダーバッグの一つ かななとととと思います先ほどののちょっっスポーティなもにに比べるるトレンド性が高くく大人っぽくて上品に見えるところこの辺りにですね、違いがあるんじゃないのかなと思っています。このエンダースキーマのものは正直ですね、数も少なくて、早い段階で売り切れてしまうかなと思うんですが、他にはパブリック東京でも似たようなですね、ショルダーバッグ、レザーでやっていますので、まあ、そういったものも含めて、今のトレンド感に合ったような、上品なですね、レザー製のショルダーバッグも、ぜひ皆さん検討していただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はユニクロ U のドローストリングショルダーバッグですね。これはですね、今までご紹介したバッグの中でも一番価格帯にはお手頃なんですね。2990円で買いやすいのとデザイン的には結構トレンド感があって非常に人気の高いバッグで結構ですね、話題になったショルダーバッグかなと思います。僕はですね、正直ショルダーバッグとかバッグ系というのはユニクロで買わないことが多いんですね。なぜかというとデザイン的にすごく ベーシックで使いやすいものが多いんですが、まあ、どうせ使うのであれば、バッグというのは、そこそこ投資した方が気分が上がるからなんですね。ですので、先ほどまでご紹介したような、ノースフェイスアークテリクス、もしくはブリーフィング、さらにはちょっとエッジの効いたような、エンダースキーマだとか、そのあたりをですね、お勧めすることが多いんですが、なるべく予算感を抑えたい。なおかつ、トレンド感のあるユニクロのバッグを持ちたいのであれば、これ一択と言っても、間違いがないのかなと思います。ユニクロの のデザインにはないような巾着型でドローコードがついていてちょっとデザイン的には特徴的なんですね、まあ、サイズ感も少しこれまでのものに比べると大きめで丸型なんですが持つだけでちょっとした着こなしのアクセントになるというところでは非常に使い勝手がいいかなと思います、まあ、現代的なトレンド感のあるスタイルにバチッとはまるようなバッグなので似合う方がちょっと限られるかなと思うんですねベーシック路線が好きな男性であれば僕は正直ですね スススペーーでですすととかかアククテリのののよううななものの方ががハマりがいいかなと思うんですね一方で、ちょっとエッジの効いた着こなしだとか、中級者以降の方であれば、バッグ自体にトレンド感を取り入れるというのは非常に有効だと思うんですね。まあそういった点では、こういったバッグというものが3000円未満で買えるというのは非常にありがたい点かなと思うので、まぜ、あ、ひ皆さんもユニクロ U のショルダーバッグというところは一つチェックをしていただくと良いんじゃないのかなと思っています。まあカラー展開いろいろありますが、やはり使い勝手がいいのは、 男性であればブラック。これ一択かなと思うので、ぜひ皆さんも結構レアなアイテムになりがちではあるんですが、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめのショルダーバッグベスト5ということでお届けをさせていただきました。まあ本当にですね、いろんなブランドが出てきたかなと思うんですね。定番のノースフェイス、アークテリクスもあれば、エンダースキーマがあったりだとか、または手軽なユニクロがあったりだとか、まあ本当に皆さんも取り入れやすいものが多かったかなと思います。どれもデザイン的にはベーシックでミニマルなものが多くて、普段の着こなしにも使い勝手がいいものが多かったかなと思います。その中でもブランドの持つ世界観 というものがそれぞれ違ってくるんですねそのあたりはどれを選ぶかは人それぞれかなと思うのでぜひ皆さん気に入ったものがあったらコメント欄で教えていただきたいなと思いますしそれ以外にもこのあたりのショルダーバッグもいいよというのがあったらぜひコメント欄でシェアをしていただきたいなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性にとってベーシックな情報をですねどんどん出していきたいなと思っているんですが、まあ、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。まあ、今回ご紹介したところだとエンダースキーマだとかブリーフィングだとかそのあたりは結構メンバーシップで語ることが多かったりするので、まあ、ちょっとこれから中級者以降の着こなしもしたいなという方はぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね動画をチェックする時間がない方のためにオンラインサロンも運営をしています。 そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を1日僕の方でだいたい2記事ぐらいアップをしています。また僕以外のスタイリストの方ですとか、あとは参加者の皆さんの方も記事をアップすることができまして、まあ、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しむようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。